トヨタスプリンタートヨタスプリンターシエロスプリンターシエロはトヨタ自動車が生産していた乗用車で排気量 1500-1600cc の小型ハッチバックセダンである E80 系スプリンター5ドアセダンの後継車種で E90 系スプリンターの5ドアモデルにあたる生産はトヨタ自動食器で行われ販売はトヨタオート店が担当していた 仙台 E80 系の5ドアリフトバックは、過失を大きく取れるように、リアハッチ周りがかなり角張っており、機能をスタイリングに反映させた十字アーロ色を、前面に出したデザインであったが、T150 系、コロナ5ドアともども、日本市場では、販売が振るわなかった反省から、見栄えを気にするユーザー層にもアピールするスタイリングとし、イメージアップのためにサブネームも付けられた。 同型が、欧州では、カローラ5ドアとして販売され、オーストラリアではカローラセカ、北米ではジオプリズムハッチバックとして販売された。グレードは1500リットル、1500G、1500C、1600GT の4種類でエンジンは、すべて4気筒 DOHC16 バルブのガソリンエンジンを搭載する。シエロはスペイン語で、天空を意味し、 発売当初のキャッチコピーにも歌われている。GM ダイブが生産していたダイブシェロとは無関係。ありがとうございます。